はい、エコドラ伝説ですね。今回16回目くらいか、大体もうちょっとあるか、という感じで結構進みましたね。いい加減、また今日も重いな、荷物。お、なんと中国地方も来てたんですね。名神と関越、東北どう、こんな感じ。ほんと勝てない、戻れないな。この人強いんだもん。パス、遠く行こう。でっか。さあ、スタートしましょうか。あ、早そうだね。ブロックする感じですかな、この人って。しない人だ、よかった。東北自動車道は若干得意。蛇行して撹乱するとかもあれなんでしょうね。本当の対人戦だったら一般車がいるのは 見えないんですよっていう。レーダーこそあれだ。これさ、敵が跳ね飛ばしたのな、何ちゅうの、あの車、一般車加速ができないのかな。タイミング良かったね、抜けたね。おお、うわー、つけた。そういつ抜けばいいの、これって。うわぁ、あー、負ける。うわぁ、煽られる風みたいなやつ。うわぁ、間違え、勝てない。負けたわしの。もう一回いきます。来た。どうしたらいいか、ないかをしてですね。やばい、コンテンもダメだ。これ以上早く走れない。本当だよ、関越で負けたよ。あの人に勝てねえよ。最近戦うトラッカーは本当に強い。自分の腕にも自信がなかったよ。そうか、いよいよ最強同士の戦いってところだな。よし、俺も一番上かけた船だ。お前が頂点に立つまでとことん付き合ってやるぜ。こうなったら地獄のチューニングを頼んでみるか。ほ、本当ですか。ただし、お前も精神的に強くなるんだぞ。よし、これで最後だ。トラックをどうしてほしい。もうね、こっちなんで、これなんで、これが欲しいんで。わかった、あとは俺に任せ、トラックはそこに置いていけ。出来上がったぞ。トラックの方はバッチリだぜ。性能はあまりより両方上がってる。これだったらきっぱり諦めろ。本当にありがとうございます。やっぱビリーは、ああ、俺も課題も言ったけど、今回は無料 BP ってわけにいかないんだ。はっきり言って桁違いの BP がかかったからな。おや、ちゃんと払うよ。とても払いきれねえよ。じゃあどうすれば。条件がある。絶対に頂点立つんだ。お前が頂点立てば無料 BP でも構わない。しかし、もしお前が頂点立てない時はお前のトラックを売り払え。と
く売り払う。そうだ、これで勝たなければ諦めろと言ってさっきも言ったはずだ。諦めるやつにトラックは必要ない。分かったよ、どっちみちもう後がねえ、死ぬ気やってみる。そうだ、その意気込みだ。いいかな、よく聞け、あのトラックには俺の魂が注ぎ込まれている。もちろん整備士の魂もだ。あとは面白いだぞ、精神を集中させて全力を出すんだ。お前ら来てやれる、日本一のトラックになるんだぞ。ということでね、まあこんな、どうなんだ、勝てんのかな、これで。ミスらなかったらいけるよな、ミスらなかったらあの関越の車に勝てる。ちょっと関越の車に挑戦するわ。関越のあの何だっけ、名前忘れた。これね、ハタさんこの人やっつけるわ。やっと勝って、改造車動けて。この人ではもう二度と会いたくないね。やったかったわ。やっぱ高速域上げると勝つね。へへへ。じゃあ今日はこんぐらいします。また次回。